ボートレース、下関ミッドナイトボートレース第3レース予選競争開始です。いや、久々に見ました、強烈なピット離れでのインドリ本番、5号艇、堀本和也、まんまとインを完全に抑えきってというそんなピット離れです。512346作戦待機報道 強烈なピット離れ5号艇堀本和也一気に出し抜いて抑えてマイペースのイ線ですそして2コース1号艇梶原正3コース2号艇古田勇希1回走りという今日の戦いです3号艇川崎智之が4コース さあ川崎、どうやら本番もスロー2というところで4コース5コース、角4号艇上り、三に大外6コース、6号艇杉江宏明ですまさにこのレースに関してはスーパーピット離れという形から5号艇堀本和也のイ戦で4対2第3レースの予選競争です。 スリット付近は向かい風やや強まってきたかというところではっきり旗をなびいていますインコースから5番、1番、2番、3番。 4番6番スタートしていきました5号艇堀本がスリットこ若干後手で1号艇梶原の方が覗いてさあ寄せてまくりに行く1号艇梶原そしてまくり出してきたのは3号艇の川崎あとはさして2号艇古谷4番5番後方6番ですがここはさあ大殺到のトップ争いですがわずかに2号艇古谷さらに4号艇上りも接近で外は3号艇川崎に1号艇梶原後方5番6番スタートは前提正常でした4号艇上りが船を入れて先に回る外3号艇の川崎であとは5号艇 号手堀本あたりも一気にやってきてというところでさあトップ争いが四号艇。上りがわずかに優勢を抑え込んでレースは二周目です。四号艇上りがわずかに抑えています。そして二番手一気に五号艇堀本も絡んで外を回す。二周一マーク一号艇梶原さらには二番三番が相次いで旋回ですが。トップは変わりなく四号艇上りそして二番手五号艇堀本三番手二号艇古田が二番手。五号艇堀本を捉えに行きます。直線です。二周二マーク二番手争い接戦。あとは少し離。れ 1> 1番3番、最高峰6番、2周2マークと2番足らず1号艇、梶原やってきて2号艇、古田が差して5号艇、堀本も差して3号艇、春日でちょっともつれあったがこの間、一気に今度は3番手、1号艇、梶原が上がろうとしております、4 2 1最終週間、1対審査に4番手に5号艇、堀本。 ものすごく目まぐれしく2番手、3番手争いというところになっていますが4号艇、上りは抜け出してトップ2番手、2号艇古田3番手、さあして1号艇梶原4、2、1ずかに4番、2番、1番かというところですが5号艇、堀本とにかく4、2からですといずれにせよ後輩と10万周での決着そのオッ こう配当ということになりそうですがさあ4あ2二1か4二2 5かわずかに際どいところもか1着4番、ゴールイン2着は2番、ゴールイン3着、1番、あとは5番、3番そして6番とゴールイン。